実はまあこの商務店のお話もっともっと伺いたいところはあるんですけれども、まあ皆さんにフロアにご質問の時間をお返ししなきゃいけないので一度お返ししたいと思いますけれども、実はすごく大胆なことをたくさん商務店のやってらっしゃるわけですよね。で実はまあ今日のお話の中には出てこなかったですけど、すごい抜本的な法律を改正をどんどんやっていかれていて、それができた理由は何ですかなんてお話を伺っていると、実はすごい公務員改革とかやってるんです。で人事権をしっかりあのトップが持って、で勤務評定の仕方も中央と地方で変えてとかですね、すごくいろんなことをやってらっしゃってですね、その辺も実際の今の国会でやったらどうなるんですかとか大臣に本当は聞いてみたかったんですけれども、まあ、そういうお時間もちょっとあのなくなってきましたので、まずはあのフロアの皆さんにご質問いただく時間に移らせていただいて、なければもう少し対話をしていただこうと、はい、お願いします。田口さん、あの大変勉強になりました。日本人はいつから日本人かということがすごく知りたいというところが私の質問でございます。今回ですね、 G1 ということで関西といろいろな地方でやってまして、地方でそのアイデンティティをしっかり持たないとダメだということをやってます。で日本人としてのアイデンティティというのは我々、空気のように感じておって、それを大事にしてこう約束を守るとか、それから清潔にするとか、それから精緻なことに気を配るとか、利他の心とかいうことが我々なんとなく日本人として締め付いてるんですけども、その長老からご覧になってですね、日本人は優れたリーダーがいらっしゃって、責任は私一人にあるっていうリーダーがいらっしゃっただけでは日本人にならなかったと思うんですね。日本人はいつから日本人であったんだろうという大変ちょっとあの気になってるんで、日本人とは何かということと、それからいつから日本人だったんだというところはあのちょっとご示唆をいただけるとありがたいなと思ってます。あのちょっと関連でですね、田口と申します。冒頭あの日本は2度戦争に負けたとおっしゃってましたよね、はい、我々の歴史の感覚ではそんなことないわけですよね。第二次世界大戦で負けただけと、で2度負けたっておっしゃってたので、つまり1回目は白すきへの戦い、要するに百済が滅びたと、これはあくまで朝鮮半島の話だというふうに我々歴史の中で習ってたから、二度負けたって感覚は私は持ってなかったし、多分皆さんも持ってないと思うんです。戦後教育はそんなふうに教わってませんから。つまり今の話につながりますけどね、その国民という意識はその領土領海と関係なく、また当時は日本列島全部があの聖武天皇の統治のエリアでもなかったですから、まあ、その辺でですね、そのエリアとそれからあの感覚として、天皇がお考えのエリアと、それから国民が感じている自分自身のアイデンティティとしての日本人では多分ちょっと違った部分もあったんじゃないかなと思うんですが、その時代背景も含めてちょっと合わせて話をしていただければありがたいと思います。エリアについてはですね、やはりあの外国を意識するかどうかでエリアは決まってくると思うんですね。でもちろんその日本列島という地政学上の問題が一つあります。でこれはそのユーラシア大陸が、まあ、旧歴史世界になるわけですけれども、その一番東の端、しかもその離れ小島であるということですね。でそうするとそこで発展してもどうしてもその限界がある、井の中の蛙になってしまうということを、その時々の、まあ、立派な為政者は感覚的に分かるんですね。でこれはあの実は卑弥呼の時代からそうなんです。だから卑弥呼は使節を送るわけですね。それからあの和の五王の時代も、まあ、送っていくわけなんですね。しかしそれらは全て中国のいわば属国としての認定を得て、中国の何々の将軍であるということをありがたく受けて、そしてまあ鏡ももらって、そして国内をそれでまあその平定すると、その道具に使うということだったんですね。でしかし和の五王の時からまあ100年ほどの間はですね、もうそういうその中国の属国になるのは嫌だというので、まあ行かなかった。しかし行かないとやはり文明の発達というのを取り残されるということが気がついたのが聖徳太子なんですね。聖徳太子はそれで送った。であまりにももう文明の差が空いてましたので、遣隋使は行ってですね、中国の皇帝から馬鹿にされたという、まあ日本の歴史の書き方としてはそういう書き方はしませんけれども、向こうので残っているものを見ていくと完全にそうです。でそれで中国の最新式の
法に基づく政治、これを自分たちも取り入れないといけないというので、律令体制というのが出来上がっていくんですね。でつまりはその時代の東アジアにおける一等国になるにはどうすればいいかということね。まず自分たちの自前の法を作るということ、それから年号を持つということ、それから歴史書、歴史を持つということ、これは中国がそうですからですね。それで歴史書の編纂も天武天皇は始めようとしたんです。ところがこれがなかなか難しい。とりあえずは大宝律令が701年に出来上がった時に、これをとにかく持っていって一等国だということを示そうじゃないかということで、遣唐使を33年ぶり、それまでは派遣しないというのが天武天皇の考え方だったんですね。で、その時に初めて自分たちの国は日本という国ですよということを向こうに表明したんです。でそれまでは倭国という、皆さんよくご存知のですね、人米に任せるというですね、日本人はこれは小さな人間を意味してるって、矮小だというので、嫌がったということで、日本というね新しい国語を得たんですね。しかし中国からすると、国語を変えるということも中国の皇帝の許可がいるという頭に合ってるんです。要するに日本といえども、自分たちとしては皇帝の徳をしたってやってくる国の一つだということですね。ですから日本側としては独立国だと言ってる、そういう考え方と向こうと合わないんですね。つまりはダブルスタンダード、ダブルスタンダードによる外交というのはここで始まるんです必ず。というのは特にその新羅の国、お隣の国ですね、今も難しい関係があります、小さな国でそんな独立国でもないのにですね、自分たちは皇帝だとか唱えてるとかね、それから姓がない、天皇家はですね、我々みたいにファミリーネームは持っておられないですね。これなぜかって、それがその笑いの種になるんですね、向こうにしたら。で人類の歴史の中で姓を設けたのは古代のローマと中国だけなんです。で中国の文化の恩恵を被っているところは姓を持つ。だから倭の五王の時代は姓が天皇家にはあったんです。しかしそれは結局中国の文化にはまってしまうことになるいうので、姓というものは設けない。じゃあ姓はどういう具合に使ったかというと、いわばそれは無から有を生み出す価値なんですよ。どういうことかというと、分かりやすく言うとですね、信長はこんなお茶碗一つをね、これは一国のその価値があるんだって渡したでしょ。あまりそういうそのお茶碗に興味がない人間からするとですね、全くガラクタを一国に与えする価値、文化ですよ、そういうものはね、に価値は、それと同じで、もっとそれよりはるかにですね、その姓というものを有益に使ったのが天武天皇であろうと思うんですね。それでそのカバネ、姓をもらうことによって、自分たちは天皇のにお仕えする人間だと。で人々はみんなはですね、姓はまだもらってないけれども、天皇の大臣だから、今ね大臣おっしゃった漢字で書けば公民、いわゆる公民家の公民なんですよね。でそこでそういう意識が出来上がっていく。で当時まだ東北の地方は反独立的な意味しとおりましたから、できるだけ天皇の支配に入るようにということを進めていくわけですけれども、なかなかやっぱり自分たちの意識は強かったもんですから、それは優遇措置、今の香港がどうなるかという問題ありますけど、優遇措置をずっとしてきたんですね。それが平安の時になってくると徹底して、
討伐するという対象になってしまったというのが、まあ、ちょっと日本としては悲劇だと思うんですけど、まあ、そういうことで日本という形の国民ができた。ですから私はむしろこの成立の歴史を順序だって学ぶということ、要するに名前を覚える、年代を覚える、要するにクイズのね題材を与えるんじゃなしに、その教育の題材としてそういう歴史の学び方をするというのが非常に大事で、それがまあ日本という我々のアイデンティティをですね、天皇という存在も含めて、もうそんな存在は世界にないわけですから、そしてそこにはちょっと書きましたけど、権力と権威というもの、これはものの見事に日本の場合は分けたんですね。それを分けなかったら、権力を持っているものは必ず自分を守るために城を築きます。頑丈なね、そんな城ないじゃないですか。平城京にしろ、その前の藤原京にしろですね、それが日本だと思うんですね、私は、はい、はい、ありがとうございます。他に、はい、あ、はい、高瀬さん、ありがとうございました。明神寺の松山と申します。北ヶ原長老とダボス会議に行かせていただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。G1 なんで、批判より提案を、提案より実行ということで、大臣に一つご提案をさせていただきたいと思うんですけど、さっきその仏教がちょっとこうクローズドなイメージがあるというふうにおっしゃってましたけど、最近それはちょっと変わってきてると思ってまして、一つ今年まあ、私がイラシッペでやったんですけど、京都で宗教者駅伝ってなってですね、これは仏教のお坊さんからキリスト教の神父さん、そこからイスラム教のイマームにつないで、最後は神主さんが走るとかですね、一つのタスキを宗教家だけでつなぐっていう駅伝を開催したんですね。で、これ来年も2回目あるんですけども、まあ、そういう試みを始めたってことと、もう一つですね、尼崎なんですけど、コミュニティ FM ですごくこう素晴らしい画期的な FM 番組が始まってですね、これはどういうタイトルかというと、8時だよ神仏集合っていうんですね。でこれどういう番組かというと、このあるリスナーのお悩みをですね、神社の神主さん、仏教のお坊さん、キリスト教の牧師さん3人がお悩みに3人で答えるって、こういう番組なんですよ。でこういうことができるのは私日本だけだと思うんですね。でこれものすごく画期的なことだと思うんですよ。で提案なんですけども、まあ、2020年にオリンピックが開催されますが、先日中田英寿さんとちょっと一緒にご飯食べている時に、ぜひやりましょうっていうことを提案があってですね、これはまあ、うちの明神寺も650年経ってますが、でずっとこう使っている、絶やさずに残っている火があるんですね。でそのいろんな日本には宗教施設があって、すごい大切されている火があると思うんですけれども、そのキリスト教もイスラム教のモスクも仏教のお寺も神社も、そういう火を集めた本当の日本でしかできない聖火リレーやりたいなって言ってるんですよ。でこれは世界中でも絶対日本でしかできないことだと思うんです。ですからこの本当に私は真剣にこの世界の宗教界で日本の宗教界リーダーシップ取れると思ってるんですね。でその一つの形として、この日本でしかできないこの聖火リレーというのを、この宗教の本当のセイクリッドファイアですね、それのリレーをぜひこのオリンピックの時やりたいなと思ってますので、ご協力とご提案をさせていただきたいと思います。それは素晴らしい提案ですね。その火っていうのはちなみにどれぐらいそうなんですか。その火ずっとね灯してきた火っていうのは何箇所ぐらいありそうなんですか。その想像もできないんですけど、そんなにあるんですか。それぞれあると思います。そんなにあるんですか。はい、あると思います。東大さんありますか。なんかそういうありますね。そうですか、はい、それ調べてもらったら素晴らしいですね、はい、うん、でまあもちろん協力できるところできないところあると思うんですけれども、うん、まあ、できるところだけでもこう集めると、やっぱこれだけいろんな宗教がありながら、うん、その宗教が違うからっていっていざこざほとんどないわけじゃないですか、うん、日本ってこれ奇跡的なことだと思うんですよ、世界で見ても、うん、そうですね。でこれをもっと世界の皆さんにも、そして日本の国民の皆様にも誇りを持っていただきたいと思ってます、うんうん、その一つの形として、そういう聖火リレーというのをぜひやりたいと思います、うん、素晴らしいですね。来年からですね、私が提案して今度文化庁でやることになったのにですね、日本遺産ってやることをしたんですね。世界遺産、それから国宝とか重要文化財ってあるんですけど、
だから日本遺産 があってもいいではないかと。でコンセプトというのは国宝とか重要文化財とは点なわけですね。で日本遺産というのはですね、それを面で捉えると。これはあの同じことを実はあのこのすぐ近くの比叡山の延暦寺に行った時、私感じた。あそこもずっと宝塔が続いてますよね、日が途絶えずに、で世界遺産の。でところが今ですね、年間50万人ぐらいしか観光客といいますかね、参拝客が来てないそうなんです。宝の持ち腐れなんですね。それは相当関心を持っていて比叡山延暦寺に、でそこからいろんなこの仏教の宗派が生まれてますから、まあ、そういう関心がある人、あるいは歴史が好きな人は行くかもしれないけど、例えば外国人が行ってもですね、その古い根本中堂建物があるなっていうだけですね、それでおしまいだから魅力を感じないんですね。ただ日本的な建物があるだけだと。でそこにですね、これは私外国人から言われたんですけど、だから行ってもね、ああそういう昔の古い建物があるなだけで、それだけの話で全然魅力感じないと。しかしいろんな自分で勉強するとですね、ものすごいストーリーがあると。その比叡山延暦寺歴史的ですね。だから勉強すればするほど行ったらすごく感激感動する部分があるけども、それを現地でですね、そういうストーリー性を持って初めて行った外国人でも分かるような、そういうこのソフトって言いますかね、本当の意味のおもてなしですけども、そういうものを作ったらリピーターがたくさん、あるいは世界中から行くと。同じようにですね、そういうその火というコンセプトですね、何か所かがネットワークを作って、でそれぞれの歴史の中でもともとの宝刀っていうのは違うと思うんですが、でも明神寺の宝刀とは言わないんですか、宝刀ですね、明神寺の宝刀はこういうスタートでこういう始まりがあると。延暦寺はこうだとか、それからあの東大寺もそうですか、というような形でですね、そこにこの日本遺産的なコンセプトを例えば作ってやったらですね、それは日本人だってじゃあ行ってみようかなと。今まで明神寺行った人であってもそういう視点から見たことなかったから、じゃあ行って聞いてみようかなっていうふうにはなるわけですね。同じようにですから、日本は宝の山だと思うんですよ。もともと持っている文化遺産を生かせば、そこに光を当ててですね、今みたいなコンセプトをいろんな角度からいろんな形で作ればですね、日本人だってじゃあ行ってみたいと、そういうものを作るってことが世界に対してですね、発信することだというふうに思うんですね。ぜひそれはそういう、来年日本遺産始めますから、第1号になるようにですね、ぜひ考えてください。でもそれはね、国がやるったってね、その役人がそんなこと分かんないですよ。だから皆さんがこういうものがあるんだと、でこういう神社仏閣と連携したらね、いいコンセプトできるという提案が出ないとですね、なかなか始まりません。同じように地方創生も国が補助金をばらまいたら全然効果ないですよね。昔と同じです。うちの地域はこういう形でこれがある、人がこういう人がいると、だからこういうことで創生をしたいということでないとですね、長続きしないと思うんですね。そういう地方は活性する、発展する可能性はあると思いますし、ぜひそういうことを考えていただいたら日本遺産でバックアップできると思いますので、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではあと一人だけもしいらっしゃったら、はい、漆さん、マイクを前にお願いします。品川女子学院という女子校の校長をやっております漆と申します。今のお話にちょっと刺激を受けまして、質問と提案なんですけども、質問は今日本の子どもたちがその日本人の良さっていうところをあまり認識していないっていうふうに日々感じておりまして、まあ、自己肯定感の高い女子を育ててるんですが、どこが良くて、それをどういうふうにこう世界に発信して貢献できるのかってことを、まあ、中高ぐらいに教えたらいいかということと、あと提案なんですが、今の日本遺産なんですが、各学校にですね、ちょっとキャンペーンをしていただきまして、子どもたちがプロジェクトベース学習で地域のことを学んで、子どもたちの提案の日本遺産っていうのがこう出てくると、子どもがやると親も巻き込まれますよね。なのでぜひ学校にも呼びかけていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ大臣、ご提案の方はじゃあ分かりましたということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。実践します。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょうどご質問に関しては
1分50秒しかないですけど教育にどう生かすかということですか。良さですね、自分のところがいいよとこう自分を売り込もうとするところはたくさんありますのでね、なかなか選択選ぶというのが難しいんですよね。しかし何らかの意味で、これは素晴らしいということをどのような基準で選ぶかによって、子どもたちにそれが訴えられるかどうか、子どもは精神的にも成長していきますので、なかなか一つになるまではいかないように思いますけど、どうでしょうかね。まず大人がやっぱりその手本を示さないと、やはり親がですね子どもをペタッとこう叩くと、まあ叩くのも教育の一つだと言われればそれはだけど、度が過ぎるケースがまあものすごく多いですわね。でそれから一番問題は先生、先生がですねやはり聞くところによると、まあそういうところももちろんばっかりではないんですけど、学級崩壊を仕掛かっていると、その場合に子どもを納得させるのはどういうことかというと、試験の点とかですね、あるいは内申書でその悪くするよとかね、脅しをかけるという先生が増えてきているようにもちょっと聞くんですよね。でそれではますます教室の中は収まらないので、やはり先生の教育というのがまず必要かなと、もう大丈夫と思いますけど。はい、ありがとうございました。もうぴったりあと6秒というところで終えていただきまして、本当に今日は大臣がもう司会の代わりもしてくださって、私は時間の管理って言ってたんですけど、時間の管理もしてくださって何もしない司会となりましたけれども、まさにその聖武天皇もそうですけど、みんなでっていう、まあ、大臣はまさにそれをご体現くださったのかなと。大臣ですから上からコメントだけするんじゃなくて、本当に下座の行で学ぶっていう姿をこうやって見せてくださったことを深く感謝するとともに、まさに長老からは何度も言われていたのは、昔の話をしますよ、でもそれをどう理解し現代に生かすのは聴衆の皆さんだからねと繰り返し言われておりました。そういう意味では今日のお二人の対話を皆さんもう一度こう神砕く心の中で反芻していただいて、どう日々のリーダーシップの中で生かしていただくか、ぜひ今後生かしていただければと思います。今日は皆さんご参加いただきましてありがとうございます。お二人に大きな拍手をいただければと思います。ありがとうございます。